はい。ハッピー世界線の皆様、こんにちは。竹千代です。今日も手帳タイムを押していきたいと思います。え今日はですね、えっ、ー、と、私のね、朝のルーティーンについてちょっと あの、書いてみようかなと思うんですけれども、お話しするんじゃなくて書きながらね <laughs>、やっていこうと思うんですけれども、えっ、ー、と、その前に、今ですね、あの、HB×WA5 ね、アシフォートの私、HB×WA5 っていうサイズのアンバサダーをやっておりまして、そのアンバサダー活動の、えっ、ー、と、最大のね、この、 なんていう目的というか内容と言いますか。えっ、ー、と、リフィルサンプルっていうやつ、手帳一冊分ね、作ってあるんですよ。そちらの、えー、サンプル、リフィルのサンプルがですね、今、クロスランド山口店様にね、えー、クロスランド、いや、確かクロスランド。<laughs> えーと、クロスランド山口総本店さんの方に、えー、6月16日までですね、日曜日まで展示してあるので、昨日始まったのかな、6月3日から6月16日までですね、えー、サンプルが置いてあるので、もしお近くの方いたらね、あのー、クロスランド山口店さんは山口県ですね。うん なんでお近くの方とかね、えー、近隣の方で行く用事あるよっていう人はね、ぜひぜひね、見てみてください。あのもう全然あのページとかめくっていただいても構いませんし、あのなんだったら写真とか動画とか撮ってもいいし、あまあ、ただまあ写真とか動画とか撮る場合には、 えっと、スタッフさんにね、一応一言声かけていただいて、そこから撮った方が堂々と撮れると思いますで。私の方は、私の手帳に関してはよ、私の手帳に関してはもう全く持って、全然ね、どのページを写していただいても構いませんので、えー、好きなページを開いて、えー、写真なり動画なりね、いろいろ撮って、あ、こういうふうに書いてるんだってね、えー、と楽しんでください。 ただ、私のリフィルサンプル言うてもね、去年のやつだからさ、去年のやつっていうか、作成期間みたいなのがあって、それがね、確かに、ね、去年からね、去年の12月あたりから今年の1月とか、そんぐらいだったのかな、うん。ちょっと詳しくは忘れちゃったんですけれども、なんで、とりあえずその時の私の書き方なので、今の HB の使い方とは全くね、使い方が違います。なので、その点も含めてね、楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。ということで、じゃあ、朝ルーティーンですね。 で私はいつも、うんとあまあここから書いちゃおうかよいいじゃ手帳開きますね。で今日はこちらのハンディーピックをね使いたいなと思います。私はこちらですね。 フクロウっていうところのレザーブランドですね。のカバーに、これハンディピックスモール専用のカバーなんですけれども、こちらのカバーにハンディピックが3冊入っております。普通に横の罫線こちら7ミリの横の罫線のやつと、あとこちらのトゥードゥリストでね。トゥードゥリストっていうかこのリストのやつね。と、えーと、同じく横の罫線ね、1つと。こんな感じで3冊入っております。 で、ここにペンホルダーがあって、これね、超細い軸のペンだったら入れられるんですけれども、私が使っているようなパイロットのこのね、リッチの4プラス1とかは、あの、全然ね、入らないので、入ったとしても、今度ボタンが閉まらなくなるのでね、えー、と、入れる人は、まあ、これ入れるノートの冊数は2冊にして、軸の細いペンをね、入れてみてください。で、 えーと私のルーティンなんですけれどもちょっとここにね書き出すけどあでこれね3冊構成になってるのはこれ勉強用とあとトゥードゥリスト用とあとこれ普通の雑記帳になっております雑記帳っていうかまあうーんまあ雑記帳だねいろんなことが書いてあります仕事のことも書いてあるしプライベートのことも書いてあるし日記みたいなことも書いてあるしこういうイラストとかも書いてあるしっていう感じですね で、新しいページを開いていつもなんかここに、ね、下敷きを、ね、ぶっこんじゃってます。で今日は6月の4日ですね。今日は6月の4日。でちょっとシールでねよいしょ、まあ、タイトルをつけてやいしこれをちょっと貼ってタイトルをね、つけたいと思います。 一応ね HB×W 英語がコラージュとかねシールとか紙物とかたくさん貼っている日記帳なんですけれどもこっちの方はほぼほぼ文字メインですねそんなにビジュアルの資料っていうのはそんなにないです私が絵描かない限りビジュアルの資料なんてねえよっていうぐらいないですね6月4日えっ、ー、と今日は竹千代さんのね 朝ルーティン。朝ルーティン。詳しく見ていきましょうと。見ていこう。っていうふうにして、じゃあ今日のね、ちょっとルーティンを書いていくんですけれども、えっ、ー、と、私は大体ですね、起きる時間は本当に大体決まってて、えっ、ー、と、 5時,半まあ、5時半から6時ぐらいの間には起き必ずもう起床しますね起床します大体んかパッと目が覚めてうーと5時ぐらいだったりとかするんですけれどもその中で布団の中でね結構本読んだりとかなんかするから朝そうそうそう,そうなんで完全に起床ねもう床から出るってなると5時半から6時になってます で、その後三30分間ですね。あ、その気象からね、まず初めに何をやるかっていうと、布団畳むでしょ私は今、ベッドじゃなくて、ベッドをもうお部屋から撤去して、お布団で寝ております。お布団をクローゼットの中に入れといて、それをまあ逐一出すみたいな、寝るときに出すみたいな感じになってますね。で、ベッドを撤去したのは、部屋を広くしたいがためです。ベッドって、あの、 ベッドをさ置いちゃうとさどうしてもそのベッドスペースで部屋の半分が埋まっちゃうんですよそう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 ,そうなんでその半分のスペースもったいないなっていうことで、えー、ベッドを撤去してちょっと机とか模様替えしやすいようにねして今快適なね、えー、お部屋生活を楽しんでおりますで起床してからまあお布団ねお布団を畳む 畳んでそっから、えー、と床ねクイックルワイパーしますクイックルワイパーでもちろん窓を開けて空気の入れ替えをします窓を開けて開けて空気の入れ替えねよいしょ まあ雨の日とかはさ、なかなかその全開に窓を開けることできないんだけれども、雨の日でもちょっとはね、開けますね。うん。私はあんまりその部屋の窓っていうのはね、閉め切りたくないんで、まあ、夕方から夜にかけてはさ、それはなんか閉めたりとかするけれども、うん。でも夏とかはさ、結構寝るギリギリまで、えっ、ー、と、いや、ドライつけちゃうな。<laughs> 昨日も寝、ね、てかここここのとこはね毎日毎夜ですねドライつけて寝てますね、まあ、ただずっとつけてるわけじゃなくてあのタイマーにしてつけて寝てるんですけども,も快適度合いが違うからその湿気がさあの除去されるのと除去されないのとではね、うん、最近はドライですねでその後に、えー、30分ぐらいね30分ぐらいっていうか30分ね YouTube 撮ります YouTube を撮ると。YouTube 撮影ねします。だからまあ5時半、あ、窓開けるのその後にやることあったわ。その後に私は歯磨きして漢方を飲みます。これ歯磨きはね、あのー、なんだっけ、アイユルベーダーだっけ、なんだっけ、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、それの本を読んだ時になんか朝起きて、 えーと、歯を磨くっていうのは、歯を磨くっていうか、口内環境を整えるみたいなね、えー、それええよっていうことで、私はその朝ね、歯磨きをしたら気持ちいいっていうことに気づいたので、朝は必ず起きてすぐ歯磨きしますね。で、その後部屋に戻ってきて、YouTube 撮影と。 なんでたいまあ5時半に起きればまあ5時40分ぐらいにはもう YouTube 撮影を始めるっていう感じかな。でまあ6時に起きたらさだいたい6時40分ぐらいまでは撮影してると。まあ、30分とりあえず撮影してもう7時には完璧にご飯食ってますね。7時。七時から7時半はねもう完全にご飯タイム。朝ご飯タイムね。 ま YouTube の撮影してアップロードまでするんですけれども、そのアップロードしてる間にご飯食べるっていう感じですかね。その電波環境によってそのアップロードにかかる時間って結構変わっ でえっ、ー、とね、東京とかそう、電波がね、あの強い、強強なところでやると、割とアップロードって10分、15分あれば終わっちゃうんですけれども、こっちだとね、30分ぐらいはかかるかな。でも、時々ね、めっちゃ早い時あるんだけど、それはちょっとよくわからないです。何の影響でね、データの重さとかはさ、毎回毎回そんな変わらないからさ。なんで、何の影響で、その早い時と特別遅い時があるのか、全然わからないんですけれども、 まあ、大体30分ぐらいですかね。うん、朝ごはん食べるでしょう。で、7時半から、7時半から、えっ、ー、と、えー、8時ぐらいまでは、トゥードゥーリスト書いてるかな。トゥードゥーリスト作成ね。 で、ここの時に、ま、いろいろもうやることね、今日やらなければいけないこととか、期限付きでやらなきゃいけないこととか、えっ、ー、と、私はトゥードゥーリストに関しては、えー、今ね、こうして日付をね、こう書いております。なんで、まあ、例えば、今日ね、今日オふと、あ、ちょっと6月9日に、 あれやんなななきゃいけないけなって日曜日ねあれやんなきゃいけないなっていうことを思い出したら思いついたらもう6月9日のページにそのールを書くっていう感じです。うん、これなんか日付をさ指定しといて私はこの見開き2ページ丸々ね、えー、と使っちゃうんですけれども1日分としてね1日を1日このページね丸々2ページ分使っちゃうんですけれども、えー、ちゃんと うんとその日にやりたいことは、その日のページに書くっていうのが一番ね、わかりやすいし、忘れ防止になると思ってるので、えこれも、この間の、この間のっていうかもう3月になっちゃうんだけど、三越のステーショナリーステーションでさ、えー、イベントがあった時に、えー、買ったものですね、このメモ帳ね、なんかと印刷された、このね、キラキラの印刷された、 こちらの紙に日日付付スタンプを押して、簡易的な日付シートを作って、ゥードゥリストに貼っておりの作成はね、うーんとまあ30分はかからないともかからないんだけど、でもなんかいろいろ調べ物したりとか、なんかいろいろね、この間、このね30分の間に例えばなんかメールの返信とかさ、そういうの全部やっちゃうから、なんで結局やっぱ80くらいにはなっちゃうね。 で8時からは、8時から8時半までは、ノートの記事作成ですね。ノート、記事、作成ね。あの、これは定期の、えー、定期購読の皆さんに、えーと、毎日ね、記事を書いておりまして、 えー、私がインスタグラムとかさ、まあ、YouTube とかではさあまり見せないようなページとかね <laughs> そういうものとかを書、うん、いたりとかもう本当にプライベートなことを書いたりだとかねプライベートな写真を載っけたりとか載っけてる、えー、こちらの記事ですねそれを書いておりますで、まあ、大体やっぱり30分ぐらい絶対かかるねえっ、ー、と毎日ねまあその文字数はばらつきあるけれども大体1000 1200、300ぐらいかな、書く文字数はね。まあ多いときはなんか2000とかね、少ないときは900とかそんな感じなんですけれども、大体間を取って1200から300ぐらいはね、毎日書いてるかなっていう感じです。で、それをまあ8時半ぐらいまでやっててで、8時半から、8時半から9時はもうフリーの手帳タイムですね。フリーの手帳タイム。 手帳タイムで、しょで、ここで、えーと、私はこのハンディピックね、ハンディピックに、えー、今日のことをね、いろいろ書くと。例えば、朝食が何,何とか、あとは何だろうな、うん、とりあえずまあ日記絶記的なことをこの中にわわわわって書いておく。で、 えっと、同時に、そのインスタグラムとか、あと、中国版のインスタグラムみたいなレッドっていうね、アプリに登録する用の投稿する用の写真投稿する用のページとかも作成しちゃいます。で、9時から、9時から9時半までは、えっ、ー、と、インスタとか、 インスタ、あと、レッドとかね。投稿とかしながら、あとはコメント返信とかもやっちゃいますね。コメント返信。コメントとか、あと、DM の返信とかね。コメント、DM の返信と。 まあ9時半までとは言わず、10時ぐらいまでやってるか、手帳タイム含めて、手帳タイム含めて、含めて、10時頃まで、まで、やってるかなと。ただ、これね、確かこれ、普通に、えっと、休日、 とか、あと、通勤、車で行くっていう場合は、10時ぐらいまでやってるんですけれども、自転車で行くってなった場合には、えー、30分ね、早めに出なきゃいけないので、えー、私は9時半からもうね、絶対はあの、9時半からお化粧し始めなきゃいけないね。<laughs> なんで、えー、そうなると、前倒しになっていきます。全部の、えー、物事、 この今書いた内容が全部こう前倒し前倒しになって、えー、一つ一つの時間をもうちょっとね短くしていくので、うんとね、チャリに乗る場合ね、自転車通気ニストする場合、自転車に乗りたいよってなった時はもう9時半から私はもう短くせねばならぬと。 で、歩きで行くってなった場合は、9時にやらなきゃいけないですね。歩きの場合は、9時から短くと。で、これも、あの、自転車で行くのか、まあ、歩き、歩きってそんなないけどね。自転車で行くのか、車で行くのかっていうのは、その日の気分で全部決めます。自転車は、 車はその日の気分ねまあ晴れてると割となんだろう自転車乗り乗ったりとかもするけれどただ晴れてるからといって今日はなんか気分じゃないなとか今日はなんか早く帰ってきてまあ早く帰ってきたいっつってもう私ねチャリとで自転車ってんでそんなに時間変わんないんだよそんなに時間変わんないっていうのはうーんと例えば車だと えーっと、もう、ね、何時に帰ってくるかな。とりあえず車で帰ってきても自転車で帰ってきても10分しか変わらないです。っていうのは、えー、私めちゃくちゃ自転車こくの速すぎて <laughs>、速すぎてですね、あの6キロ、5、6, 6キロぐらいをね、10、まあ、20分以内で帰ってくるから、うん。普通によくあのミニベロでそんなにさ、走れるなって自分でも思うけど、 だいたいもうね、車で着く時間と自転車で着く時間ってほんと10分ぐらいしか差がなくって、で、10分ってさ、大したことないじゃん。まあ、そんな10分でやれることってたくさんあるかもしれないけど、でもそんな自分にとってはその10分ってね、そこまでなんか惜しいと思える時間でもないのね。だったらなんかま、自転車の方がさ、あのー、その自然のさ、エネルギーとかもチャージできるし、あといろんな発見もできるしね、あ、今日はあのー、なんか海がすごい澄んでて綺麗だなとかね。 えー、あとはなんていうのあ、この花は今のこの時期に咲くのかとか、そういう五感で感じられるものっていうのは、車よりも圧倒的に自転車の方が大きいので、 うん。なので、えっ、ー、と、ほとんどね、今の季節とかさ、そんな猛暑でもなんでもないような、今25度以上とかさ、そこまでならないじゃん。あなたとしてもさ、今はさ、まださ、湿度がそんなにね、高くなかったりとかするから、涼しいからさ、今の時期はめちゃくちゃ自転車とか乗るんですけれども、まあ、ただそれももう、ほんと気分、あもう晴れてて、めちゃくちゃ条件がいいからといって、今日はなんか違うんだよなっていう時は、えー、私は車で行きます。もうそれは自分のね、心にね、えー、聞いてね。 毎日毎日さ絶対さ晴れたら自転車に乗るって決めちゃうと絶対にそのめんどくさい日とかさわ今日気分じゃねえんだけどなみたいな無理やり乗らなきゃいけないとかさそういう風にやっちゃうとしんどくなっちゃうからもう絶対にその乗り物とかね、まあ、自転車もまだしもね私はなんかそのバイクに乗ってる時ね バイクに乗ってた時は、本当に自分の精神って、その乗り物の運転に直結するんだなってね、えっ、ー、と、すごく思ったので、そうなのよ。自分がさ、あの、今日はなんか乗りたくない日なんだよなってなってると、なんか運転下手くそだったりするの。<laughs> まあ、それはさ、スキルがないからさ、余計そういうのがダイレクトに、 その運転に響くんだけれども、私の経験上ね、なんかこれ今今日は乗りたくないんだよなって思った時に乗ると何かあったりとかするので、なんでその気分は大事にしております。うん まあ車だったらねまだしもさ、まあ、自転車とかバイクってなるとなんかそのさ精神があかーんっていう時にさなんかあったりとかアクシデントがあったりとかするとさ大変なことになっちゃうからさ <laughs> なんでもう本当に自分の気分重視ですだからもうそれをルールにしないことですね晴れたら乗るとかねそういうのをルールにせずに自分の、えー、と心に逐一聞いてね今日は乗りたい乗りたくないどうするみたいなね歩きで行くそれともみたいな感じで、えー、自分自身 自身に聞いてあげるっていうことをね大事にしております。うん。で帰ってきてね、はい竹長さん帰宅しました。帰宅してまだいたい17時ぐらいまでねご飯食ったり飲んでりとかしますね。17時ぐらいまでご飯ねご飯タイムとしててえー、っともうあとはトゥードゥーリストに沿って生活します。 トゥドゥーリストに沿って生活っていうのはえっ、ー、とね仕事終わりってねうーんだらけやすいです。 それはもうもちろんね脳みそも疲れてる体も疲れてるからもうなん,なんかさ X 永遠に見ちゃってたりとかさあとはなんか通販サイト永遠に見たりとかねあとはなんかアニメぼーっと見てたりとかさそう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 いうのとかしやすいしやすいっていうかそういう流れになりがちなんですけれどもこのトゥードゥーリストにもう帰ってきてからやることを書いとくわけですよここにね ここには、なんかもう午前中、午前中っていうか仕事行く前までにやることと、あと帰ってきてから、帰ってきてからやることっていうような感じでもうね、細かくね、もう書いておく自分に対して、 未来の自分への指示出しを、もうその午前中のさ、このトゥードゥーリスト作成の時間にね、しておきます。例えば帰ってきたら、昨日の場合ね、昨日だったらもう帰ってきたら、駅ネットでチケット予約してくださいとかね。<laughs> そんな感じで何々をするっていうことを、もう帰ってきたら、これとこれとこれは必ずやってくださいみたいな感じの、あ、ごめん、ね、ごめん、ね、ぶつかっちゃった。指示出しをね、しておきます。だから、えー、っと、その指示出しね、するんだけれども、だから午後の その帰ってきた時にあんまり重いタスクはね私は貸さないです。うん っていうのは、うんと、やっぱさっきも言った通り、仕事終わりってさ、もう脳みそも体も疲れてたりとかするから、あんまりクリエイティブなことってできないのよ。私の場合ね。私の場合、もう考え事とか、なんかアイディア出しみたいなものは午前中って決めております。午後はね、休みの日だったら話は別やで。休日とかでもう一日自分が自由に時間を使えますっていうんだったら、別に午後とかもさ、全然いいんだけれども、仕事の日っていうのは、 帰ってきたらもう頭が回らないっていうことはわかってるので、頭回らなくてもやれるような作業しか入れないです。 なんかもう習慣にしてるようなことだよね。習慣にしてるようなこととか、あとはなんか勉強とかはね、私は別にね、それ疲れてでもできるので、うん。だって私のさ、勉強なんていうのはさ、そんながっつりね、がっつり単語を覚えます、ざ、もうがっつり暗記しますとかさ、がっつり発音しますみたいなさ、な会話しますとかね。そういうやつじゃなくて、ゆるーく勉強するっていう感じだから、そうそう、そう人のコメントにね、あの中国語のコメントに、中国語で返したりとか、なんかそういうね、ゆるーくゆるーく交流しながらやるっていうだけなのでなんで、 私の場合その勉強っていうのはそこまでね荷が重いタスクではないのでそれは夜に持っていくんだけれども、うん、例えばなんかもううーんとね今からの時期だったら例えば今月の仁ね えー、小冊子を毎、毎月毎月私はと、ノートで配信してるんですけれども、そのノートで配信する人の内容、ページの割り振りみたいな感じのものを、えー、家帰ってきてからやるってなると、結構それはね、カロリーが高すぎるのね。なので、そのカロリー高めのことは、もう仕事行く前、午前中に、もう全部終わらせておく。うん。だからそのトゥードリストの自分にこう、何えー、貸す塩梅っていうのはさ、 自分自身が一番よくわかってるんでね。 もしかしたら私はそういう感じだけれども人によってはその頭とか体が働いた後の方がすごくクリエイティブな、えー、発想ができるとかねすごく仕事がサクサク仕事っていうかまあそのプライベートのことがサクサク進むっていう人もいるだろうからそれはもう自分自身にね問いかけてみてください自分自身に問いかけるのと自分の体力とかねそういうものと相談していろいろ決めてみるといいのかもしれないですねでもしあの家に 帰っっててくるととってもだらけてしまうっていう人ね、まあ、もうできるだけそのだらけないであろう時間帯にタスクを持ってくるとかあとはもうそもそもその帰ってきた後にそういうなんかやらなきゃいけない締め切り事だとかのタスクを持ってこないっていうことですね。もうやれる時にやるみたいな感じでさそう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 。 うんやることはまあストレッチだけとかさ、そういうふうな感じで、うん自分の、えー、ちゃんと心にね、聞いて、そのトゥードゥーリストを作成する。無理,な無理のないトゥードゥーリストっていう感じですね。うん、作成するっていうのが大事だと思います。あとは、私はよくやるのは、トゥードゥーリストの中に、別に今日これやんなくてもいいけど、一応書いておくね、みたいなことも書いておきます。それは、なんか、いつかはやんなきゃいけないんだけれども、それ別にねあの、相手ありきの締め切りとかじゃなくて、自分の中に締め切りを設けてて、いつかやらなきゃいけないけど、 今日やってもいいし、別に明日でもいいよみたいな、全然大丈夫だよみたいなやつは、一応メモが、メモがてなね、あのー、一応これはね、やりたいとは思ってるみたいなね、うん、そういうことは書いておいたりします。うん。で、やれるときにやるみたいな、そういうこともやったりとかします、ね。例えば、その、そういうリストになるのは、内容は何かっていうと、例えば引き出しの中の、えっ、ー、と、ペンが入ってるケースがあるんですけれども、その中のペンを、えっ、ー 使わないやつね。本当に使わないやつは、もう洗浄してしまうとかさ。そう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 。あとはなんかカラーペンに関しても、これはもう、あの、使わないから、ちょっと使う人いるかなってね、尋ねてみようかな、みたいなね。そういうふうなこととかを書いたりとかね、しております。なので結構、午後、午後はね、午後っていうか仕事終わりは、私はもう大体がそのトゥードゥーリストに書いてあることを、えー、黙々とやるっていう感じですかね。あとは、よいしょと。 もう私は18時から18時半にお風呂に入るので8時半はもうお風呂にね入るお風呂タイムで、まあ、19時にはまたフリーな時間帯になるので19時からまたフリーねでここの間にまた新たにコメントの返信したりとかコメ返したりとかまあよいしょ DM とか、あとは、うんと、手帳タイム。普通にね、手帳タイムをしたりだとか、あと、サムネ作成したりだとかね。うん、あと、明日の準備をしたりだとか、そういうのもやったりとかしております。まあ、今日の感謝ロゴを書いたりだとか、今日こういうことがあったよ、みたいなそのネタをね、こっちに書いたりだとかね。大体まあ、その HM×WA5 のコラージュ系の日記っていうのは、朝、 やることが多いですあんまり夜はやらないかな夜はどっちかっていうとこっちに真面目な話をわーって書くことが多,い多かったりとかするので終日ねこの一日通して HB が活躍するのは朝ですうんであとは今はこのハンディピックにいろいろで持ち歩きのこの手帳にまとめてるのでまあこっちが多いですねみたいな感じで私はもう一日のルーティーンでほぼほぼ決まってますうん 休みの日とかはさ、まあ、これにちょっとお出かけ要素が加わったりとかね、いろいろ自分でさ、自転車とかで移動して、どっか違うところで海っぺりでちょっと手帳タイムの作業しようかなとかね、そういう風な感じで、その移動とかいろいろあったりとかするけど、休みの日だったら、えー、仕事の日はもうルーティンはね、もうほぼほぼ固定されてます。うん、でもそれは私が、えー、と長年ね、こう実 経験してきて心地いいと感じた。ルーティーンを日々なんかこう。更新してね。アップグレードしながら見つけた。今のこの過ごし方なので。 これはもう本当人によってね絶対違うのでね仕事が始まる時間も終わる時間も違うしその内容のねよって疲労度とかも違うしあの体は疲れてるんだけど脳みそは働けるなっていう人もいるだろうし脳みそは働けるけれど体は働けねえなみたいな人もいるしそうそうそうどっちもあかんなっていう人もいるしどっちもいけるっていう人もいるだろうからそれはもう自分にとって心地のいいルーティーンっていうのはもう実験でね、えー、してみないとわからないのでぜひぜひ自分でね見つけてみてください で、えっ、ー、と、私の場合、そのイラストとかねまあなんかこういうのもなんか書いたりとかたまにするけれどもこういうのもね、割と夜のね、ぼーっとする時間に書いたりとかすることが多いですね、うん、うん、それは多分ね、これイラストを描くっていうのはすごく集中できるからね、マインドフルネス的に瞑想みたいなものに近いかもしれないです、私の場合うん、なんで、えーと、今日ね 私のこのルーティーンとかをね、こういろいろ書いてみたんですけれども、皆さんのルーティンは何でしょうかこれも手帳ネタとしてね、使えたりとかするので、ぜひね、今日の手帳ネタがない人はね、えー、と自分のね、ルーティーンとかをね、書いてみると面白いかもしれないです。ということで、今日も見てくださりありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。バイチャー